前のモニターでも見ながら、ここからプラス4名の参戦者が飛び入りで入ります。今回の面白いところはここです。現地組が勝つか、ここで飛び込んだのが入るかのが気になるんですが、まずはご紹介させていただきます。ティア、ルガバトエル、デルゲット、トレノ、LOS、アソルータときまして、天外からは、イーグル2765、ドラフトスピリッツと今2人入りました。残りカウントは15秒。この第1レースでなんか盛り上がってますよ。両秋葉原のチャンピオンが、秋葉原のチャンピオンが、そんなことがあるんですか。会場大盛り上がり。こんな波乱があっていいのか。のっけからのっけから、頼むみんな、みんなにかかってるぞ。さあ、じゃあコールお願いします。スターティンググリッド行きますよ。3、2、1。さあスタートいたしました。すべて見てまいりましょう。 LOS、 それからトレノ、リョーマ、そしてルガバドリュ、ティア、タイイチョ、アストルータ、ドリゲット、ドリフトスピリッツ、イーグル2765と続いております。店内の6名とこの店外からの刺客4名を加算しての10人でのバトル。果たしてこの店内の中で勝ち残るプレイヤーがいるのか、それとも先ほど盛り上がっていたのは、これは龍馬選手が前回のチャンピオンかな、ね、はいはい、秋葉原での、累計ナンバーワンを取ったプレイヤーですが、もしやそのまま勝ってしまうのか。これが全国対戦、インターネット対戦ならではの戦いとなります。さあここから2位、現在1位はティア選手が1位。ラップさんからちょっと私も思わず身を乗り出しております。大尉長後方が外から龍馬、さあこの龍馬を食い止めるべく4枚の壁が店内で立ちはだかる。アストルータが先頭、外からここのきついコーナーをどう攻める。遠赤ギリギリアウトに膨らんだ、そしてこのクロスラインをしわうギリギリ攻め込んでいきます。外から入る、もう一度ティア選手の1位は変わらず、皆様には5番シートの動きをご覧いただいております。龍馬、タイイチョと来て内からタイイチョ、先頭は変わらず、最後のホームストレート龍馬が先頭から入れ替わってファイナルラップ。なんとかかなりこれはルカバトエル、あーっとここは接触。タイイチョからこの群れを抜けてティアの先頭は変わらず、外からトレノ、インから大一丁、周回遅れ、あーっとちょっとここは厳しいか。入れ替わっているガバドイルは先頭、大一丁の先頭とちょっと交錯が激しいが、残りカーブは2つ、ここで追い上げていきたい。最終コーナーに入ります。ドリフトスピリッツ、大一丁、アッソルータが先頭に行きたい。ここから抜けて1位、2位、3位、4位と決まりました。ピーです。